サインアドバイザーアグリンのアグリンチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、防虫ネットの取り外すタイミングについて、白菜編をやっていきたいと思います。こちらの白菜なんですが、品種は無双という品種になります。種をまいたのが8月の26日で、苗を植えたのが9月17日になります。自分たちで苗は育てました。その後ですね、植えるときに、鶏糞と、カキ殻石灰をやっています。さらにですね、途中、追肥として、ぼかしを1回やっています。大根と同じようにですね、白菜も、皆さんから外すタイミングですね、こちらに対してのコメントもありましたので、今回はですね、そちらについてやっていこうと思います。白菜の場合ですね、結構ですね、取り外すタイミングが難しくなります。大根の時と違って、白菜はですね、害虫の被害が大きいです。一方ですね、大根よりも病気のリスクも高いです。黒斑病や軟腐病など、ちょっとですね、高温多湿になると病気が出やすいです。ということで、防虫ネットはですね、害虫からの被害を、物理的防除によって防げるメリットはありますが、今みたいにですね、葉っぱが大きくなってきて、こうぶつかってきますと風通しが悪くなりますよね。そうすると逆に病気のリスクも高くなります。そういったことで、メリットデメリットもありますので、取り外すタイミングが白菜の場合は難しくなります。防虫ネットもですね、トンネルがある程度の大きさがあって、1畳植えであれば余裕があるのでいいんですが、大体ですね、こう2畳植えすることも多いと思います。で、2畳植えだとですね、植えた時は防虫ネットのトンネル余裕があるんですが、今ぐらいの大きさになるとですね、もうぶつかってきてしまいます。ですので、そろそろですね、取り外しをしないと、逆にですね、病気が出てしまいますので、気をつけてください。で、取り外すタイミングなんですが、まあ最初ですね、ある程度葉っぱがぶつかってきたらですね、トンネルの交換ですね、ちょっと緩めてやることで、多少こう、余裕が生まれますので、まずはそれでよろしいかと思います。で、さらにですね、大きくなってきますと、もう取り外すしかありません。で、取り外すタイミングなんですが、まあ、葉っぱがぶつかってきたら当然、考えなきゃいけないんですが、できればですね、霜が当たるようになってからですね、した方がいいです。皆さんのですね、お住まいの地域でもですね、霜が降りる時期というのは、おおよそ決まっていると思います。で、やはりですね、霜が、降りるようになってくると、虫も、被害も減りますので、できればですね、霜が降りるような時期になってから取り外すのをお勧めします。私たちの場合は11月10日ぐらいに霜が降りますので、まあそれぐらいの近辺になると取り外しを考えます。それではですね、トンネルですね、外していきたいと思います。で、今回はですね、完全に取り外すわけではなくて、まだちょっとですね、温度も高いので、害虫の被害もありますので、簡易的なトンネルのやり方でやってみたいと思います。土の押さえは完全に外します。通常はですね、完全に取り外すんですが、今回のやり方はですね、ちょうど中間的なやり方なんですが、トンネルのですね、裾をですね、通常は虫が入ってこないように土で押さえます。押さえが残ったままですと窮屈なままなので、土の押さえだけを取りまして、そうするとこのようにトンネルが緩くなります。で、当然ですね、裾が空いてるので虫が入ってくる、蛾が入ってくる、リスクはもちろんありますが、上に被っているので、ある程度は防げるというところです。で、なおかつ緩いので、葉っぱもですね、そこまで窮屈じゃなくて、風通しも良くなります。完全に取り外すんではなくて、緩く、トンネル、防虫ネットを残しておくというやり方です。このやり方ですと、虫の被害ですね、少し、こう、あるかもしれませんが、病気のリスクは、減ります。この場合ですね、当然何も止めないと風でネットがですね、外れてしまいますので、ところどころでいいのでパッカーで止めたりとかですね、土で軽く押さえてください。まだ暖かくてですね、害虫の被害が怖いという方はですね、このようなやり方もあります。最後にですね、防虫ネットをするときの注意点を簡単にまとめたいと思います。で、白菜もですね、基本的にはまあ苗を植える方が多いと思うんですが、苗自体に卵が見つけられてないか、
幼虫がいないか確認してから植えてください。苗を植えた時ですね、必ずすぐにトンネルをしてください。あとはですね、もともと土の中に害虫が隠れていることもありますし、このようにですね、葉っぱがネットにぶつかってきた時に外から卵を産みつけられる場合もあります。とにかくですね、防虫ネットは 100% 害虫から被害を防げるものではありません。あくまでも物理的に遮断することによって被害を減らすというイメージでやってください。私たちもですね、白菜防虫ネットのトンネルをしています。しているのとしていないのでですね、雲泥の差があるんですが、トンネルをしている方もですね、このようにちょっと食べられてしまっています。そういったこともあって、トンネルをしてもですね、やっぱり2週間に1回は虫がいないか確認した方がいいです。今回はですね、白菜の防虫ネットのですね、取り外すタイミングについてやってきました。白菜はですね、外からこう葉っぱを巻くわけじゃなくて、中から結球しだすと大きくなります。そういったことで中心をですね、食べられてしまうと厄介なんですが、葉っぱが巻いてきますと外の葉っぱはこう食べられてますね。中さえやられなければ、最終的には結球して白菜になりますので、ある程度ですね、結球しだしたら、第一段階をクリアということになります。で、取り外すタイミングなんですが、基本的にはですね、大根と同じように葉っぱがですね、外葉がネットに当たり出したら、考え出します。白菜の場合ですね、大根と違うのはとにかく害虫の被害が大きいということですね。大根は多少葉っぱが食べられても、その大根そのものには、大丈夫なんですが、白菜はですね、もう中心を食べられたらもうそれで結球しないで終わりです。そういったこともあるので、なるべくギリギリまで防虫ネットをしておきたいのが白菜です。で、一方ですね、大根と違って病気が出やすいのも白菜です。私たちの場合はですね、どのようにやっているかと言いますと、まずはですね、葉っぱがこうぶつかり出したらトンネルの交換ですね、緩めます。で、さらにですね、ぶつかってきたら、今回のようにネットをですね、緩く止めるようにします。で、あとはですね、毎日のように霜が降りるようになったら、取り外します。例えば一畳上であれば、白菜がですね、二畳じゃなくて一畳上でトンネルに余裕があれば、収穫まで置いといてもいいですし、害虫の被害が怖いという方がいらっしゃいましたらですね、たとえこの裾がですね、半開きになってても上の方だけでもしておいた方がいいです。害虫は食べられても中心が食べられるリスクは減りますので、害虫の被害を、怖いので置いとくか、病気のリスクを考えて風通しを良くするか、その判断にはなると思います。ただですね、もう結球しだして毎日のように霜が降りるようでしたら、基本的には取り外しても大丈夫です。皆さんもですね、防虫ネットのトンネルですね、取り外すタイミングを考えてみてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画に関するご質問やご感想はコメント欄よりお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。